いや、僕ね、扇風機あんま好きじゃない理由があってシンプルにちょっとうるさいなと思っちゃうんだよな風の音がブーンブーンっていうのがいや僕結構さ些細な音でも気になって慣れなくなっちゃうタイプだからさちょっと嫌なんだよねああいうの4人脇か自分で鳴らして す水色なの今日緑が競争率高かったんで、ね慎太郎に奪われました。かわいそうです。かわいそう。さあて、イビルアッカーで。いや、やっぱプテさんが不穏な動き。いや、ボタンを押していくんだよ、まず間違いなく。 ワン,チャンリフト使ってるっていう可能性もあるけど嫌だねーちょっとまず一旦ここへ落ち着こうか状況確認いやーもう右ーいるもんはい,いやありがいちょっとうございますご主人把握ボタン <laughs> <laughs> 僕の名前赤くなりましたいやなってませんなってない ちなみにこれあれですかあの,、ね、あの、高垣さんが妥協で選んだ水色にサントスさんは負けたってことですよねそうです。でも, <laughs> でも、確かに。でも、2時間前から待機してたでしょ。<laughs> そうなるとな、確かに気をないですね。前日のりしてるから。<laughs> <laughs> それダメじゃないですかそれ嫌だね、ボタンは。 もうああの時はさ、もう逆にサボタージュを一切入れないのもありかもね。どうせボタンを押されてから、そのサボ入れて治って早めにボタンっていうのが一番きついから、だったら20秒ボタン入ればがタスク進行的にはいいんじゃないかって最近思い出してる。はーん。一回ちょっとシャワーにとお友達になりに行くか。あー、そういうありな、あー、これ、それ嫌だな、ちょっと。やばい、ミーティングにはまずい。

話題の人です確かにその触れ方ゴシック大好きだからみんなも次読んでね知性がないとわからないんでいや間に合わなかったミーティングに見てやべえこれボタン押されるって間に合わなかった米そぼだったな今の 変貌さんとかいたもんね小見様ならすべきだったなぁとっさにできんかったもんほいなんだこの駅の構造はもうまたミーティングにいるんだよなああやこれ

川木くんずっと星部くんと一緒にいるけど、ワンチャンあそこマット。あ、マットっぽいなんか。ちげえわ <laughs>。それ入らんのかい <laughs>。めっちゃ今入る挙動だったろ <laughs>。それ入んないのかあ,あ、またミーティングいるし。しかもそこら相方いるし。人、うえぇ、もっと遅めなやつかった。すげえ。いやおいおいおい。すげえこれ、まあ、鬼,鬼、鬼。れなくなるぜ、その、その。 サボ直すの早いのじゃん,んこれは。サボのタイミングが良かったですよ。かアドバイススペシャいや今ものもダメなんかな。やっぱ定例弱いんかな。でも米サボならしたらさ、めっちゃ人よりイメージあるんだよね僕。<laughs> こうなったらもう終わりだよな。 雑キルするしかないけどでも雑キルしてインポスターが1人落ちたら絶対負けなんだよなこのゲームそれどうすんのって話だろいや今回ボタン入んないからのんびりできるこれ切るこのキルダメかなちょっとワンチャンセリフはありだな えー、あら、ようやく動き出した感が。えっと、貨物室の弁当の上らへんで、サントスさんの死体発見です。おサントスさん、メイン脇です。ああ<ー>。貨物最初めっちゃ湧いてましたよね。あ、じゃそれ前回だよ、ごめんなさい、嘘。<laughs> えっと、弁当の上ですね。え,えっと、コミサポ中に、にうん、えっと、貨物の覚え芸に行ってる人って言いますかあじゃあ、えー、っと、割と直近だと思います。5秒以内くらいのキルでいいと思います。サントスさんが、たぶんそこから離れていくのを見てます。えー、っと、覚え芸のところから。 じゃあそこにいるってことですね、えっと、今。はい。あーえっと正確には今シャワーの上のところにいます。うん、えっと源さんがメイン、えー、シャワーからメインに入るのを見た後に畑佐古くんとアーカイブで合流しその後メイン、えー、シャワーから出てくる梅健と合流して今三人とも一緒で小見沢に向かってます。はい。うん,うんうんうん。えー、ごめんなさい質問なんですけどシャシャワーにいるんですか高橋さんは。あシャワーの反対側から見えた、はい。反対側からギリギリ誰かがいるのが見えたのですぐ<ー>話をしました。それがサントスさんってことさ、うんとこ、うんまあ、じゃあではいえー シャワーの奥にいるタクヤさんを残してうん、うん、ハイブリさんを渡さことで合流して僕も込みの方に向かっている、うんうん、はい、うん、<で>3人は白だと思いますそうですね、うん、大丈夫だと思います、はい、えっとアベレージキッチンプテさんと一緒にお会いてそのままエンジン宿舎ミーティング待機ですお、うん、まあ浮きだね、うん、高脇メインけで三藤さんと沸いて三藤さんと電気まで一緒でそこから三藤さんは、えー、とバイタル方向僕は石油キ,キッチン いっ,って展望の配線タスクで終わりです、うんうん、これ咲夜さんが貨物シャワーベント塞いでる形だと思ってるんですけど,ど合ってますはい僕はその認識でいいと思いますシャワーベントからは入ってないんねはい、はい、はそうですね。プは最終手端テ橋コミュ中で、えー、とコミュが直ってないですあともう一秒あれば直せてた扉は開けてますこれはエンジン名エレキエレキ名エンジンで今 エンジンの右側にいます。メケンさんの後ろ姿だけ見えてる。藤目役は見えてる、俺も後ろに。そうね。応ンさんとか割と右なんじゃないかなと思ってんだよな。さっきボタンがめっちゃ早かったのも入ってたし。ケンさん、シャワーからねメインに入ったのは見ていて、アーカイブはきだから、エンジンかエレキがどっちに行ったかわかんない。エレキ濃厚じゃないですかエレキだね。えっと、ゲンさんがエンジンで抜けてる場合は、僕がカボー直せないと思う。エンジンコミュかで見るから。まだそうだ。 高さん以外ていや、藤宮初手ぐらいかな、<あ>多分いたのは。いや俺、終盤、エレキメインエンジンだから。あ、終盤もいるんだ。まああんまり、シン郎ローってどういう経路僕上から、貨物の金庫タスクを終わらせて、上の方から発見って感じ。<あ>うん、ラウンジから貨物方面っていうのは見てる。うん、見てます。うん、だからだったから、ね、レポート。あー、しかもごみそぼ中か。あー、もう一度、多分まあ、僕が即こずれされる流れじゃないかな。 多分だけど。えー、俺直したか、俺が直したかったな。俺 <laughs> が直した方が盤面上良くない、ちょっと。どうなんだからボタンきついな。しゃがないな、俺は。はい。はい。ナイス。はい。 ちょっと質問なんですけど、拓哉さん視点って、弁当自分自身が塞いでて、はい、5秒以内くらいでサントスさんが弁当の上、うん、貨物弁当の上で死んでるっていうことは、はい。ほぼほぼ慎太郎か浮市しかないんじゃないのあ、はい、その通りだと思ってます。うん、そうなるとうか、見られてない人が高垣か僕かぐらいじゃないの藤見、あ、そうか、藤見は見られてるのか。藤見は無限は最後エンジンで見合ってるんだよねいや、うん、俺は見えてる。うん、うん、一応、阿部ちゃんも浮いてはいるけど、右に行くんだったら、 そう誰,か誰かとクロスしそうだから、うん、と思っててそんなこと言ったら僕もキッチン脇で右に行くんだったらってなるからうん、うんうん、そうです割とそれであんまり厳しいかな、うん、はいそうね俺視点は慎太郎セルフっぽく見えてはいるうんあそうなんだ、うん、逆に高垣君視点は拓也さんが結構あるんじゃないのタクさんの場合はああまあ弁当切るってこと弁当だって弁当の上に下があってシャワーからその貨物の サントさん見てるっていう人だから、ね、あ,あそっかそうねなんか古みサボ中にセリフする意味があんまなさそうかなそうなんて、ね、るけど確かに確かに確か、まあ、確かね、これうろ覚えだけど貨物バイタルカーの扉は開いてたんで僕的にはベントゥルカは下からの侵入のがしっくりくるかなってのはあるかだ、うん、あいやーどうだろう,あのうかサントスさんが開けてるのかそうサントスさんが開けてる可能性が全然あってうん、うん、えっと初手にエレキ一緒に降りてるんですよ、うん で勝ちタスクやってその後は別れてやってるから分かんないんだけどあまあただどちらにせよサントスさんが開けてるんだったら下からの侵入はありえるっていうルは全然できると思うから怖い,いんじゃないかな、うん、誰が開けてようと開いてるってことが事実がまあ下から入れるっていう証拠だと思うんでうんまあどっちも容疑者だけど 人狼的要素だったら竹谷さんがその覚え系の反対側から見たってのが本当っぽいからさ話的に。うんなんか竹谷さんが人そのインポスターだった場合はその秒数狭めてるから。うんうん。って思っちゃうからちっこうどっこいどっこ新太郎も。竹谷さんは一番白いかなと思うわ。なんか、うん、インポスター的にもタスク進みすぎてあの場面セルフは割とすると思うから高垣慎太郎の中に一枚出そうだなっていうイメージ。うんうんうん。プラスで言えばこのまま藤宮。 含めて4人で何か2人がいそう。ああ、俺は右のキル絶対無理だよ。シミ君の場合って多分二人がじゃな原産キに関してだけプテフジの二択じゃないプテフジ阿部じゃない阿部もあるね。くあ、右ボタを押してるし。阿部がビンィングにいるとは限らない。まあそうだよね。あ、そうかそうか。浮きがあるのか。いや、これ多分、もう一キル起こって釣り盤面になったら僕がシミ君とぼけがするな。 ってなると、多分三3ル入れるしかねえっちゅう話になるんだようん、多分三3ル、ああ、もうミーティングに人いるな。や、ほら、コミサボか。いや、さすがにね、次ボタン開いたら負けだから。あのミーティングは切らんと勝てない。ああ、よくしゃうかもう切るしかない、もうね。さすがタスクで負けるから、ね、切んないと。<laughs> これしょうがないんだよねこれししてあかも見つかるのか死体がわ、早く。うわ、ターゲットはしゃがきしぬん。ラウンジの配線にプテでラウンジのゴミ捨てのところに体がりました、ハタサコ。おお。マジか藤見さんはどういうケロかエレキメインシャワーアーカイブ。ああ。 まあ僕目線のみ高脇くんが死んだんで拓也さんと梅不思議は二陣外とかな。うん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 えっと拓也視点から梅賢さんはさっきのキルは右側は少なくとも絶対無理だと思っていて真ん中のキルも3人で取ってる白取ってるんだったら厳しいんじゃないかなってほぼ出せると思ってます。とねそうだね梅賢は多分難しいと思う。原産がメインから茶場に戻ってきてないと思うので米そば中に。うんうん タ,あのタスクを続けるかもしくはエンジン込みの方に行ってると思うから梅メケはシャワーの奥から出てきてるので、うん、一応そのシャワーの奥からそのベントではどっちだったら梅ケ、うん、があるとしたら右側の切る。あと一応僕も容疑者一なんで喋っていいですか、うんうん、さっきの議論でプテハシはまあ拓也さんの方を白目に見てるっていうのあったけど僕はコミサブ中のリポートで慎太郎の方が印象よくてそれを拾ってたハイブリスさんも。 印象いいと思ってるんで、基本プテハシタクヤの二陣外かなと思ってます。シンタロが陣外だったらハイブリさんもまあ、あ、同志、あ、名前失礼します。じゃあよりハイブリシンタロはないと思うからプテタクヤかな。ハイブリさんが両切る関われないでしょ基本的に貨物の方もハタサボと一緒にいて、コミもずっと僕と行ってるんで、でサボ直してるならハイブリさん割と各種位置で決めていてもけど。うんうんうん。 藤宮、えっと、が今ラウンジの下で、えっと、ボタンを押してるのは、ボタンじゃない、レポートしてるのは、僕してでも少しだけ見えてるから、影だけ見えてるからフジミヤい、藤宮の一義層がないです。うんうん、だからまあ、即キル、即レポはあるんだけど、そうも見えなかったっちゃ見えなかったっすね。んなんで、まあ、藤宮がもしインポーさんの場合でも相方のキルをレポートしてそうには見えたが、僕は慎太郎かなとは思ってます。もう今回ミーティング、宿舎暴ける誰かに見られたらはず、だから右側のキルだったら、 僕は誰かに見られると思うけどね。あれでも高木君ミーティングの方に上がってったのでも最初して。俺、初手宿舎脇なんだけど。えじゃあ多分下ってますよ。僕、奥まで確認してるから。ハイブリさん任せせ合わはい。日本プテフジで決めてほしいけどね。日本プテ君の方かな。マジあら、負けですが、えっと、タスクを狙ってくださいじゃあ。一応俺は次で終わる。僕も終わります。頑張れ。タスクで、僕はクルーです。 なんか忘れたな。<laughs> あ、俺死んだからと思ったけど。<laughs> なんかいけたな。これマットいるのかなそもそも。えなにこの米そば。えあ、これ待ってんのか。えこの、あ、多分これ藤宮君んこの米そば鳴らすんだったら、多分これ待っているね、絶対に。うん、マットいるわ。ボタンが入ってもいいっていう、多分米そばだから。いるよねこれマットがいないと、このボタン、多分 ナイツだウベケンさん待っとかああこれ今日も切って即レポするから藤村君レポするしたえしたいのえじゃあこのままえもうレ,レポはしたいのかえ待、ま、ってまマしかああじゃあごめんね <laughs> <laughs> ちょっとごめんごめんごめん。ちょっとごめん、誰でもいいけど。誰でもいいから。また殺して勝つのうまい。また殺して勝つ。 そういうこと。ああいう、あそこの見てる場面だから、普通リポートでよかったんか。あ、そう、僕はそのね。ええな。レポよりも、マット切っても早かったから。俺のち、あめ。